くるくるしてますね。追いかけの時間ですか。洞察ですか。はい、洞察しないでください。堂々と言います。はい、これまあもう映っちゃったから説明しようか。うん、かっこいいね。裏裏抜けるだけ抜いて抜いて抜いて抜き倒してますよこれ。ほう、抜きすぎじゃないですか。抜きすぎです。もっと抜きたいんですけど、これ以上やるとダメです。はい、はい、まあ、うちの基準として、うん、700kg を落とさないっていうあのルールがあるので、はい、まあ、もう少し落としても持つんだけどね。うん、まあでも剛性がギリギリよりは高い方が安全なので、うん、はい、そういうふうにやってます。はい、これでなんかデザインが分かってしまうやん。ヒトデちゃんです。ヒトデちゃん、ヒトデちゃんです。これサイクリかっこいいよ。やばいですか。はい、多分、うん、このデザイン好きな人かなりいると思うんでね。はい、はい、かなりいると思います。ということで、はい、まあ、今週も Vlog なんぞを楽しみながらやっていきましょうかね。はい、はい、ということで、ちっちゃいおじさんの宮城です。遅い遅い。今思い出した。はい。はい、ということで今週も張り切っていきましょう。はい、E92M3 の変態宮城でございます。新しい称号がつきました。保存協会ですね。はい、はい、一人で活動してます。はい、はい、ということで今日はちょっと Q2M さんの特集というか、はい、まあ、質問が非常に多くてですね、うん、やっぱりその中古車購入で結構皆さんこうなんだろう気になるところだらけなんですよね。うん、ね、うん、でまあうちじゃあうち的に見ていくと、うん、まあ例えば中古車たまに販売させてもらってますけれども、はい、まあ、どういった基準でね仕入れをしているとか、うん、どういったメンテをして店頭に並べているか、うん、まあ、そういったところをですね、まあ、ちょっとご紹介していきたいと思います。はい、はい、ということでちょっと行ってみましょうかね。はい、しかし最近暇ですね。最近そうですね。はい、っていうかこれ、うん、誰このとこにカップか捨てていってるやつね。誰ですか。なんか後ろにも行方不明ですね。行方、ああ、バンパーがないね。はあ、BM さんね。ということで少ないですね今日。1、2、3、3台しかないですね。急に M3 ということでちょうどですね最近仕入れた急にが今入ってます。うん、まあ当然内装外装とかのね、うん、チェックなんかはまあ普通だと思うんですよ。もちろんです。もちろんね。はい、でまあドライブ的にはじゃあどういうことをしていくかというと、うん、まあ、まず入庫してある程度バラしていきます。はい、このようにね、まあ、こうすることで、うん、まあ、例えばこの S65 エンジンだったら、うん、まあ、ここからオイルフィラーキャップのガスケットがダメでオイル漏れしたりとか、はい、はたまたこっちのね当たり面がぐじゅぐじゅ、これは綺麗ですけど、うん、ぐじゅぐじゅになっていて漏れてるとか、うん、まあ、これ開けてちょっと覗くとここのバノスの黒いカバーがなかったりとか、うん、まあ、それはあんまりないけど、うん、まあ、そういったところをまず見ていきますよね。でこのサージタンクがついてる状態だと、うん、ガスケットの漏れもこの辺しか見えないわけです。見えないですね。はい、だからバラしていきます。はい、で当然ついでにプラグも見ていきますし、あとグローバイの出てる量とか、うん、まあ、あとはスロットルですね。これまだ綺麗方ですけど、うん、まあ、若干こうカーボンとかねたまるわけですよ。はい、うん、でこっちはまだ清掃してないです。うん、でこれ清掃するとこういう形にピカピカになってバルブちゃんもめちゃくちゃ見えるようになるわけですよ。ということでもうここのね、はい、経営も全部揃うし流速が揃うので、うん、まあ、これでアクセルの付きが良くなったりとかね調子が良くなったりするのでこういうの大事ですよね。はい、でもっと壊れるメジャーなところでいくとこの奥のようにこのスロットラクチュエーターが2機います。うん、まあ、これも必ずね壊れる定番トラブル、はい、で一応これバラして、うん、まあ、ギアの加減とか見てっていうことは僕らもするんですけれども、はい、
うん、でもそれをしたからといって、うん、あのどれぐらい持つかは正直わからないです。わからないです。はい、はい、まあ、ここの対策としてはね、うん、まあ、うちの強化のね、強化オーバーホール品のスロットラクチュエーターに変えるとか、はい、うん、あとは保険に入るとか、うん、という形でね対応してもらえば、はい、安心かなと思います、はい。まあ、あとですねベルト周りですよね、うん、まあ、ベルトなんては知れてるんですけど、うん、まあ、結構テンショナーがねダメになってる車が多いです。はい、まあ、油圧のテンショナー使ってるんですけども、うん、まあ、それがまあまあ高いですね、うん、まあ、そういったところをチェック、まあ、してダメなものは交換してから、はい、まあ、店頭並べると、まあ、そういう形で、手間暇はかけてます、はい、はい、っていう感じですね。だから、まあ、あと当然下回りからね、うん、まあ、オイルパンの方からにじみがないかとか、まあ、このサーチタンクとかでもね中見ていくと大体わかるんですけど、うん、これは綺麗ですね相当。まあ、スロットル見てわかる通りそうですね。でプラグも、はい、ほとんど新品みたいなのがついてたんで、はい、まあ、それっちもバッチリやから、まあ、当然、はい、こういうところも綺麗なのかなっていうのは想像できますね、はい、あともう一つ大事なのは、うん、ユータテ、はい、15年前の車なわけです、うん、15年前の、はい、で大事なのは、うん、改造をしてない、うん、ピュアなやつです、ね、そうです、はい、あのねやっぱりね、まあ、改造もサイズの仕方で、うん、そう、あの車を長持ちさせるような、はい、改造の仕方してくれてたらいいんですけど、うん、結構ぐちゃぐちゃな改造多いです、はい、ね、で基本的に宮城は車を仕入れてくるときに、うん、もう宮城の目線でしか見てないです、はいはい、うん、売れるとかじゃないんですよ、うん、宮城が乗りたいかどうかっていう答えを選んでいきます、うん、はい、だからノーマルっていうのがもう第一前提なんですよ、うん、そうですね、はい、まあまあ、まあ車庫端ぐらいだったらね、うん、いいかなと思いますけど、はい、まあ、それも例えばビルシュタインとか、うん、まあ、そういったものがついてればまあいいかなと思いますけど、はい、まあ、安いやつとかね、うん、まあ、ベッタベタなやつとかね、うん、そういうのは絶対買わないですよ、はいはい、まあ、買わない方がいいと思います。良くはないので、だからまあそういったところも、うん、まあ、僕らこう見たらネジを緩めてる緩めてないとかで、まあ、事故してるとかね、うん、改造してたとか全部判断していくんですけど、はい、まあ、そういうものがない車を、まあ、選んで仕入れてきてるというところですね、はい、これでもどれぐらいだったかな、これは6万キロぐらいかな、そうこう、お、鍵がないですね確か6万キロぐらいです、うん、右ハンドルのマニュアルですね、はいはい、でみんな気になるカーボンルーフ、カーボンルーフはですね、はい、もう、まあ、これはまだ綺麗方ですけど、うん、綺麗といえ、とて15年経ってるわけですよ、うん、だからカーボン先生が表面のフラットな樹脂を吸い込んでいって、はい、ボコ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 ってなってるんですよね、うん、なんでこれはもう先に僕は再生をしてプロテクションを張った状態で店頭に並べようかなと今思ってます、はい、だその時合わせてここのゴムなんかもね、うん、もう言うたてもうゴムじゃなくなってる個体の方が多いので、うん、まあ、ここもね全部前も後ろも全部ゴムも新品買います、はいはい、まあ、シートなんかはねそれなりにへたってますが、でも大したことないよねこれ。全然この年式でいうと、うん、全然綺麗、ね、優秀な方だと思います、はい、まあこの辺はレカロに変えるとかね。そうですね、うん、まあ、例えば M4 の純正シートにするとか、うん、そういうので対応はできるかなというところであまり気にはしないですけれども、はい、まあ、その辺かな。だから買うときにですねやっぱり、はい、15年前のおじいちゃんなんで、うん、まあ、程度重視で買われるのがいいかなと思います、うん、はい、もしくはもうとにかくひたすら安い答えを買ってくるんだとね、うんうん、開き直りです。開き直って、いやそこでがっつりリメイクするっていう、うんうん、どちらかですね、はい、うんうん、そう結局手間がかかってる答えは、うん、いい答えだけれども値段がそれなりにします、うんうん、で手間かかってないボロって言ったらあれですけど、うん、その状態のものはやっぱり安いです、はい、でもそもそもあんま多分ないですよね、うん、そんなにないと思います。だからまあその辺は予算に合わせてですね、はい、はい、
まあ、どんなボロでもですね、ボディさえしっかりしてれば、はい、まあ、うちで全てね、新品以上にリフレッシュして出することができるので、まあ、そのあたりでね、はい、参考になればと思います。はい、まあ、あとは何が多いかな、あと、まあ、あと壊れるところで、まあ、ABS リフトもよく壊れますよね。はい、定番ですね。定番ですね。はい、まあ、ABS ユニットも、まあ、これも調べようはないね、うん、いきなり知りますからね。はい、そうですね。あとはもう一箇所あるけど、そこは企業秘密ですね。見分け方は秘密です、はい、それは絶対教えないですね、うん、秘密主義ですね。え、うん、そこは教えてないね。はい、はいはい、ぐらいかな。まあでもこの車いいっすよ。うん、うん、まあ、これから手をかけてですね、はい、金本が、うん、金本さん勝手に売らないように勝手に売らないように。それはどうかな。なぜ似たりたするんですか勝手に売っちゃダメですというところでね、はい、そんな感じでやっていってます。はい、はい、ということで、ぜひぜひですね、中古車選びもね、うん、お手伝いさせていただければと思いますので、はいはい、引き続きよろしくお願いします。貼っとりますか。貼っとりますか。何貼っとりますか。貼っとり、はい、貼っとりって言うんですよ貼っとりますか。に忍びのものでもないと。そうですか。急に最高やね。楽ちんですか。楽ちんです。慣れたもんですね。そろそろ G のアンビリスのやつにチャレンジするのかな。そうですね、さっきもやろうかなと思ったんですけど、ところが折れました。あ、躊躇してるんですねだってこんな火になっとんのに、うん、ドズンって感じでしょ。一発で決まればいいですけどね。決まるんだ。はい、いい中古車がありましたよ、これね。いいですね。インテクションするのサービス、サービスですね。しかもカーボンルーム再生して、はい、ね、早いもん勝ちっすよ。 0.1 だ。はい、ですよね。ちょっとこう撥水効果もあるんですよね。撥水効果もあるんです、ね、見た目も綺麗です。はい、さあ、新品の輝きですね。新品にしてから貼ってるからね。はい、はい、あとは黙々とお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ライトプレイ。ちょいとお待ちくださいよ。ある、ある、はい、もうあと、あ、もうこれ大丈夫、うん、はい、下ろして下ろします。よい、やっとるとないで。楽勝ですか。前は抜けにくかったですね。はい、はい、見ていきましょう。1回で疲れてる時は訴えてほしいよ。え、1回で疲れてる時は訴えてほしいよ。疲れてる時、疲れてるんだったらね。ああ、なるほど、ね、はい、ということで、よかったらマイクでも行きます。危ないです。危ないですよ。はい、じゃあ金本が持ってきます。ということで、ミッションのオーバーホールです。うん、まあ、またこの年式オーバーホールできるからいいね。はい、連続 M さんとかどうするやろ。できないんですか。できません。お、なんなら Q2 もできません。お、なんなら F8 にもできません。お、なんなら G もできません。お、
なんで皆さん壊さないように。壊れると、はい、です新しいやつを。新しいないです。ないんですね。はい、ないです。おお。言ってません。もう車ごとさよならする感じになるってことですか？そうやな。自転車のペダルつけて自分でコキコキコキって動かない。なるほど。社長が得意なやつですね。僕が得意なやつ、動かやな。うん。はい。僕たちの仕事はここまでです。喋りますか？喋らん。喋らん。はい。あとは梱包して。うん。一生食料。はい。完成です。はい、これ皿、はい、皿手袋ですよ。、はい、また汚れる仕事で使ってしまう。いや、そのためにあるんで。はい、はい、お願いします。どうしたんですか？いや、どうもせんけど、なんか、はい、RIA ばっかりやなと思って。そう。お、葉っぱではないよな、これなんか剥がれたよね。またブレーキパッドが剥離しとんかと思ったやん。びっくりするやんか。ってことで、はい、本日は、うん、お、G20 の後期ですね。はい、はい、こちらは、はい、まあ、シュニッツァーのね、うん、BMW といえばシュニッツァー、うん、ベンツといえばドリンザー、うん、金本といえば、うん、うんってなんで、なんやろか。金本といえば、うん、なんでしょうね。もう無理があるけんやめとこう。わかった。泣く子も黙るシュミッツァーですよ。はい、シュミッツァーですよ。ツアーですよ。はい、はい、のフロントリップと、はい、はい、うちでは珍しく、うん、H&R のローダウンスプリングですね。はい、これね、バネ交換が一番難しいんですよ。そうなんですか？セッティング一番難しいですよ。だってセッティングの自由度がないから。そうですね。はい。本当難しいですよ。全く変わらないですからね。そう、車高がちょっともう少し落とした方がいいな、上げた方がいいな、うん、どうにもならんですから。ならですね。はい。はい、だからその辺を、うん、まあ、ブッシュの調整とかですね、はい、まあ、そういったところでセッティングを盗めていかないといけないんで。できるところでするし、はい。一番難しいです。はい。はい、できれば車庫長の方がありがたいです。セッティングが楽なんで。はい、とはいえですね、はい、サレドボ、あの、たかがバネ交換、サレドバネ交換、うん、バネ交換もお任せください。はい、ということで今日も楽しく働いていきましょう。はい、スタート。走らないかんの。走る時は逃げないかんのちゃうやろ。もっと低姿勢からやろ。低姿勢から。そうか。はい、なんかすごいあれやね。うん、すっきりしたね。うん、実物見てもすっきりしてるね。うん、写真で見てもすっきりしてたけど、なんかすごくすっきりしてるね。うんうん、はい、なんか最近のデザイン、なんかなんとも言えんあれやね。そうですね、なんとも表現しにくいね。うん、幾何学的な、なんかこうね。幾何学、幾何学、幾何学、キーはね、奇妙の木やったかな。皮は分ける。絶対違うと思うよ。シュニッツァーですね。シュニッツァーですよ。これね、さっき喋るの忘れたけどね、はい、ただの板リップじゃないですか。うん、そう、めっちゃしっかりしてるんですよ、ステーとかもついて。おお、もうホースメントのところガチンと、後付けじゃなくて最初からついてる。いや、そうそう、ついてるついてる。いや、これ、ね、これ見てやっぱりシュニッツァーしっかりしてるなと思った。さすがですね。はい、うん、うん、ね、シュニッツァーといえば、うん、E36 ですけどね、やっぱりね。お、303とかかっこよかったですけどね。ということで、まあまあ、はい、H&R のスプリングをね、はい、セットアップして、うん、ジオメトリーする前に今、ブッシュの調整をね今やってますね。はい、で X ドライブっていうのと、うん、
今回スプリングのみで調整範囲が狭いじゃないですか、設計の範囲がね、はい、だから、まあ、それに適したツボをこう押さえた虫の調整をして、はい、ツボを押さえたアライメントの、10メートルセットアップに、ターゲットしていくと、はい、アジャストしていくと、はい、いうところでやっております。はい、で、まあ、まあいい感じに落ちてね、ちょうど今15から17ミリぐらい落ちてるのかな、はい、だからまあ馴染んできて20ぐらい落ちてくると思うんですけど、うん、まあ、大人のしたことになりましたね。そうですね。でオーナー様曰く、はい、やっと高級ハイヤーから、ハイヤーから脱却できたと、はい、ハイヤーです、はい、ハイヤーですと、はい、いうことで、はい、暇なんで仕事ください。仕事ください。お願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、急にが減って寂しいね、うん、そして暇やね、うん、暇やね暇やから台車の整備しとるね、はい、いうことで、なんかボーボーマチコみたいですね。しかもヤンヤンマチコや、ヤンヤンマチコって何ググってみてください。あとでググってみる。ということで、はい、ドライブのドライブ急に事業部といえば、うん、はい、レフ日帰りサービスですね。お、はい、この間暇やったらね、ちょっと、はい、オーバーホールついでにちょっといたずらをしときました。はい、はい、ということで今から積み替えます。はい、まあ、こんな感じでですね、はい、今抜いてますね。こちらこちらガチョンガチョンガチョン、はい、はい、ね、これでもあれですよ、うん、次からこの台車を乗る人は覚悟して乗った方がいいですよ、うん、はい、はい、なんか楽しいことが起きるんですか。はい、楽しいことはしてます。はい、はい、楽しい急に乗りますからね、これでね、はい、はい、びっくりしますよ、うん、今日も天気が良くて気持ちいいんですよ。僕サボりに行っていいですか。ダメです。昼寝がしたいんですけど。仕事してください。ん？仕事してください。仕事？はい。俺の仕事寝ることですかって言ったら多分グーが飛びます。うん、はい。そうですね、はい。僕が働かないために君たちを雇ってるんではないんですか。違います。違うんですか。はい、そうですか。ということで今日も、はい、急にですね。まあ、大体も見られてる方はここまでやってたら分かるんじゃないですかね。お、なんか置かれてます、そっとね、置物のようなね、はい、避けては通れない道ですね。そうです、はいはい、スロットラクチュエーターさん、ご臨終でしたね、はい、まあ、でもこちらのお客様ね、うん、しっかり保険かけられてたんで、はいはい、出費は0円です。よかったです、はい、60万円浮きました、はいで、こちらの方はですね、ええ、ちょっとメンテをサボりがちなので、はい、史上最強にやばかったですよ、うん、多分、まあ、いつもの絵面にはなりますが、全くバルブが見えないという、なかなか汚いですよ、なかなか蓋も、はい、黒いですね、まあ、これはちょっとこれから磨き上げていくんで、はい、まあ、またビフォーアフター、ビフォーじゃないアフターをしましょうかね。先外したバルブは足元に、すごいなこれ、なんていう形、これ長方形になってないこれ、ちょっとカメラ越しにや、エアクリームやばいなこれ、やばい、ね、これか交換じゃ、はい、交換じゃ言うけど、うん、BMC とかいうところが、うん、営業マンがボンクラで、うん、切らしてるんですよね。ピンが持てない。どれ辺、これぐらい、それぐらい、これぐらい、はい、これなかなかやね、うーん、横から見たらよく分かる、おかしいですねこれ、はい、ダメですね、ダメです、ダメですね、このユーザーさんは教育的指導です。そうですね、毎回教育的指導です、ね、はい、言うことを聞いてくれますね、はい、まあ車といえば車なんですが、うん、やっぱり M って普通じゃないんですよね、はい、普通ではないです、うん、ノーマルで
とてもハイチューンなエンジンが乗っかってるんで、うん、それなりのメンテは必要なんですね、はい、だから普通の、例えば420とか320とか、ね、軽自動車のような乗り方ではよろしくないと、はい、いうところは、皆さん再認識していただきたいかなということですね、はいはい、ということでサクサクっと仕上げていきましょう、はい、そう